応力。応力、お売りよく、ストレス、とは、物体の内部に生じる力の大きさや、作用方向を表現するために用いられる、物理量である。物体の変形や破壊などに対する負担の大きさを、検討するのに用いられ。この物理量には、応力ベクトルの2つがあり、単に、応力といえば応力テンソルのことを指すことが多い。応力テンソルは、 座標形などを特別に断らない限り、主に2階の混合テンソル及び混合ベクトルとして扱われる混合テンソルについては、テンソル積テンソル空間とテンソルを参照。応力ベクトルと応力テンソルは、共に連続体内部に定義した微小面積に作用する単位面積あたりの力として定義される。そのため、それらの単位は SI では、パスカル、重力単位系では、 kgf マイメートルメートルで圧力と同じである。応力という物理量は分野によって全く異なる使われ方がなされている。すなわち土木、建築分野においては連続体内部の面にかかる力、単位、ニュートン、n のことを応力と呼び、その単位断面積あたりの力を応力度、単位、ニュートンマイメートルイコールパスカルと呼んでいる。以下では、 軽量法体系の定義にある通り、応力を単位断面積あたりの力の意味で用いる。応力ベクトルとは、物体表面あるいは物体内に仮想的な微小面を考えたとき、その微小面に作用する単位面積あたりの力であり、ベクトル一回のテンソルで表される。法律する応力テンソルの説明にあるように、応力テンソルシグマの 各成分の第一の仮想絵ジは、応力成分を考えているほの子表の方線の向きを、第二の仮想絵ジは、考えているほの子表に作用する力の向きをそれぞれ表している。このことから、明らかなように、微小面の単位方線ベクトルを N とすると、その微小面での応力ベクトル T は次のように与えられる。この式は、コーシーの式と呼ばれる。例えば、 三次元デカルト座標形において単位方線ベクトルをフォーミュラ2と表すと、応力ベクトルの成分フォーミュラ3は次のようになる。応力テンソルは、応力ベクトルの定め方の違いから、新応力テンソル、高 C 応力テンソル、高小応力テンソル、第一パイオラキルヒホフ応力テンソル、第パイオラキルヒホフ応力テンソルの3種類が定義されており、いずれも、 行列の形式で記述できる2回のテンソルとなる。ただし、これらの応力テンソルに違いが生じるのは有限変形理論に基づいて物体の運動を記述した場合であり、材料力学や応用力学で多用されている微小変異、微小変形の過程のもとでは、これらの応力テンソルはすべて新応力テンソルに一致する。新応力テンソル、微小変形理論における応力テンソルをシグマで、 表すものとすると、その成分は座標軸をと定めた三次元デカルト座標の下では、のように表される。等は座標軸方向の規定ベクトルである。この時、各成分の第一の加速字は、応力成分を考えているほの子表の方線の向きを、第二の加速字は、考えているほの子表に作用する力向きをそれぞれ表している。例えば、シグマとは、 方線の方向が X 軸の向きに一致する微小面において考えている Y 軸方向の力の成分を意味する。そのため、応力テンソルの成分には微小面の方線と力の作用方向が一致する垂直応力成分の2種類に分類することができる。上に示した三次元デカルト座標形における応力テンソルの成分について考えた場合、垂直応力は フォーミュラ6の3成分となる。垂直応力は、力の作用面と力の作用方向とが直行し、作用面を引っ張る方向に作用した場合には、引っ張り応力と呼ばれる。材料力学や応用力学、構造力学などにおいては、引っ張り応力が、正の垂直応力となるように、応力テンソルを定義するのが一般的であるが、地盤工学、土質力学においては、 圧縮応力が正の垂直応力となるように力の正の向きを定義することもある。一方、先端応力は力の作用面の方線の向きと力の作用方向とが一致しない応力成分であり、フォーミュラ7の6つが該当する。なお、微小変形の力学においては、先端応力を記号をタウで表すことがある。この場合の応力テンソルの表記は以下のようになる。 応力を定義している物体内で、モーメントの釣り合い条件、核運動量保存則を満たすものと仮定すると、応力テンソル、新応力テンソルは対象テンソルとなる。すなわち、が成り立つ。例えば、上に示した三次元デカルト座標形での成分については、が成り立ち、応力テンソルシグマの独立な成分は六成分となることがわかる。この性質のため、 固体物性や C などの分野では、独立な6成分を並べて、ベクトルとする表記がしばしば用いられる。これを、フォークと表記、という。まあ、応力は、テンソル量であり、座標形によってその成分は変化することとなる。応力テンソルの座標形変換式は、以下で表される。ここで、シグマは、変換前の座標形における応力テンソル、 シグマは変換後の座標形における応力テンソル、A は回転行列、A は A の点値行列である。各成分で表すと以下の通りである。ここで A は2つの座標間の方向予言で、各座標軸とは下記の表のような関係となる。常識を展開すると、3次元応力状態での各応力の変換式は以下のようになる。 平面応力状態での応力変換式は以下の通りである。ここで座標軸間の角度 θ を用いて常識を書き直した場合は以下の通りである。この変換を図示する方法としてモールの応力円が知られている。先段応力成分がゼロとなるように座標形を取った時の垂直応力を主応力と呼ぶ。その座標形の規定ベクトルを応力テンソルの主軸。 あるいは、主応力軸と呼ぶ。さらに主軸に垂直な面を周面あるいは、主応力面と呼ぶ。各点での主軸の方向、主方向を貫いていくと、物体の中には互いに直行する曲線群を描くことができる。これを主応力線という。なお、新応力テンソル、更新応力テンソルは対称テンソルであるため、ある応力状態を表す、新応力テンソルに対して、 戦断応力が見かけ上現れず、主応力のみが指導応力として現れる主軸が必ず一組存在する。戦断応力がゼロとなるときの垂直応力が主応力であるが、同時に主応力はあらゆる座標形の中で垂直応力が最大、最小となる値を示している。三つの主応力をシグマ、シグマ、シグマの関係となるようにとったとき、 最大の主応力シグマを最大主応力、最小となる主応力シグマを最小主応力、これら二つに直行する主応力シグマを中間主応力と呼び、ある座標形での応力状態方向に裏26が与えられているとき、主応力は以下の関係から求められる。常識を展開したラムダに関する三次方程式の根が主応力となる。実際に常識を展開すると、 となる。一方、常識の根はシグマ、シグマ、シグマとなるので、常識は以下のようも書き表せる。以上の二式を統治すれば、終える。J、J、J は、ある応力状態において、座標形に関わらず常に一定値となるので、応力不変量、と総称される。それぞれ、第一次応力不変量、第二次応力不変量、第三次応力不変量と呼ぶ。 第一次応力不変量、第三次応力不変量は、それぞれ応力テンソルの後、行列式に等しい。応力不変量は以下のように表されることもある。平面応力状態ではが例なので、主応力は以下の関係から求められる。常識を展開するとラムダに関する二次方程式が得られ、これを解くと平面応力状態での主応力は次のようになる。 主軸の方向は次のようになる。ここでシータは、X 軸とシグマ、シグマの主軸がなす角度である。あらゆる座標形の中で最大となる、先端応力を、主先端応力、または、最大先端応力と呼ぶ。主先端応力が働く面は、主軸に対して45度あるいは135度、傾いた面となる。主先端応力、タウ、タウ、タウは、主応力、 シグマ、シグマ、シグマより自式で求まる。一般的に、主応力とは異なり、主戦断応力が働く面には、戦断応力だけでなく、垂直応力も働く。外力 F を受けて、性的な釣り合い状態にある、物体内部の任意の点では、その応力シグマは次の平行方程式あるいは、釣り合い方ほど式を満たす。あるいは次のような書き方もされる。 応力上シグマが平行方程式と表面力規定境界 R における境界条件、コーシーの式を満たすとき、その応力上シグマを性的に許容な場という。魔王力、コーシー応力、テンソルシグマと変形勾配テンソル解を用いて定義される次のテンソルを、パイオラ・キルヒホフ応力テンソル、ピーラ・カークホフ・ストレステンソルという。 魔王力に関するコーシーの式は上述の通り、現配置での王力ベクトル t と、方線ベクトル n で表されるが、パイオラ・キルヒホフ王力テンソルを用いても、類似の関係式が成り立つ。ここで、である、仮想仕事の原理を適用する際には、これらの王力テンソルと、強約な関係にある歪みテンソルは、以下のようになる。偏差王力は、 応力テンソルからその東方成分を差し引いたものとして定義される。物体に東方的な圧縮、引っ張り以外の先端変形が生じた場合に偏差応力が発生する。偏差応力、デブ、シグマは次のように定義される。ここで、I は2階の単位テンソルは、非決定、清水圧応力であり、平均応力、3つの主応力の平均値のマイナスに等しい。 平均応力テンソルと呼ばれる。偏差応力の固有値は、元の応力テンソルの固有値、主応力と次の関係がある。偏差応力の主軸は、元の応力テンソルの主軸と一致する。上記にある通り、応力は三次元的なテンソルである。一般の応力について、材料の特性値を調べるのは困難であるため、幸福に対して、 等価とみなせる一軸応力に対応するスカラー量である。等価応力換算すると便利である。等価応力は材料の降伏する条件に応じて以下のようなものがある。ある点で最大手応力シグマが材料の降伏を決定するというのが最大手応力説である。すなわちが降伏の条件である。ここでシグマは材料の降伏応力である。 最大折り季節はガラスなどのモロ製材料でよく当てはまる。単位体積あたりの先端歪みエネルギーが限界を超えると材料が破壊されるという説である。とも言う。全歪みエネルギーから正歪みエネルギーを差し引いた先端歪みエネルギー U を評価基準とする。ここで NU はポアソン比 E はヤング率である。 先段歪みエネルギーに比例する相当応力を未地図の相当応力シグマと呼び、主応力を用いて以下の式で表される。降伏条件は以下の通り、先段歪みエネルギー説は鋼材などの遠征材料に比較的よく当てはまる。遠征材料が降伏するとき滑りが観察されることに着目し、最大先段応力が降伏を決定するという説を、 最大戦断応力説、またはトレスカの応力説と呼ぶ。この時に用いられる相当応力をトレスカ応力と呼び、最大戦断応力を記号タウ、トレスカ応力をシグマで表すと、主応力とは自意識に示す関係がある。幸福条件は以下の通り、最大戦断応力説も、遠征材料に当てはまることが多い。また、シグマシグマ、 シグマシグマであり、蒸気二節に対して安全側であることから評価基準として利用されることがある。残留応力とは外力が作用していない物体の内部に生じている応力である。残留応力は機械的または熱的な原因で物体に不均一に断素性変形が生じることにより発生する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。